い、どうもりです。本日は、スプラトゥーン3やっていきたいと思うんですけども、ついにフェスの結果が出るみたいなので、ちょっと見ていきましょう。もうね、このラジオが飛ばせないってことで、まあ、結果発表ってことがわかるんですよ。今回、僕が入れたチーム、ネッシーチームなんですけども、はい、フェスの結果発表出ました!いやー、マジか!さあ、どこが勝つのかですね。まあ、ネッシーチーム、中間発表では1位を取っていたのですが、まあ、鶏ガラマッチがね、今回ポイントが一番高いということで、まあ、ネッシーチーム鶏ガラマッチで宇宙人とやさおって言っちゃった。雪男チームに狙われたんじゃないかなと。で、ここでね、鶏ガラマッチで一番ポイント取ったチームが勝ちみたいな。はい。あと、予備祭りでは宇宙人が勝ってました。雪男はまだ未だいいとこがないので、ここらでね、逆転があるのかどうかということで、結果見ていきたいと思います。もうみんなも多分結果見ていきたいと思うんですよ。まず、ホラガイ、得得率。これはね、宇宙人が勝っていました。本当にちょっとの差。本当にちょっとの差で、うちのネッシーチーム、うなちゃんとひでおさんのね、ネッシーチーム負けちゃいましたが、得票率。あれ、得票率はわかんないな。これどこが多いんだろう。得票率はドン!うわー!待って、宇宙人がちょっとリードしておる。得票宇宙人なんだ。ちょ、ちょっと待て。雪男。ちょっと待て。得票率に目をいった。雪男 !8%! おい、かわいそうだろ、雪男。俺なんか、ひでおさんに雪男だと間違えられたんだぞ、俺なんて。本当にびっくりなんだけど、8%!8% はかわいそうだろ。2チームで戦ってるじゃん。さあ、貢献度中間発表は勝ってんだけど、ここオープンとチャレンジ勝って押し続けて鳥からマッチ来い。お、鳥から勝った。待って、雪男のチャレンジめちゃくちゃ強え。待って、これ、今、いい接戦なんじゃないか。どうだどうだ、鳥からの18ポイント今回新しく変わって、え、どこが勝つんだ。雪男もめっちゃいいとこあったよ。さあ、予備、投票、オープン、チャレンジ、鳥から、やったーやったーやったー、イェーイ、ネッシーの勝利。俺333倍待ち勝ったもん。俺勝ったもん、333。大貢献したんじゃないの、今回。333勝分の価値ありますからね。だってでも、8% の雪男が12ポイント取ってんの俺すごいと思う。今回ね、いい戦いだったんじゃない?ただ、得票率にね、泣いた形ですね、雪男チームは。で、今回新しく、鳥からマッチが、ね、ポイント高かったので、多分結構いろんな人もやったと思うし、それのおかげで俺も勝ったんじゃないかなと。ということで、勝ちました!やった!一応見ていこうか、みんなの。みんな大きいにお疲れさん、こんなに押してもろってネッシーも嬉しいやろね。宇宙人派も頑張ったんじゃが、一歩及ばんかった。えい。雪男派の熱意もすごかったんだけどな。万太郎の、雪男だったんだね、万太郎が。ネッシーだと思ってた、同じ水タイプで。うちがネッシーを見たんは嘘やってんけど、そのうちほんまに会えそうな気してきたわ。あったら嘘だったんかい。嘘だったんかい、見たの。しかし、わしがそれっぽいのを見たのは本当じゃぞ。うつほは、本当に宇宙人を見たらしい。ってことはもしかしたら宇宙人来るんじゃん。え?今ニュース速報が。え?バンカラ地方の湖で新種の大型生物を発見。海の近くだって。やった!ザザエ24個。よし!よーし!新種の海の生物って、サザエのことなんじゃないの?これなんじゃないの?ひでおさん、人気者だね。おい、ひでおさん。ひでおさん。ちょっと。こんにちは、おい。もしかして、この格好俺のことわからないのかな?ひろさん気づいて。せっかくだから写真撮ろうよ。他の人も写ってさ、全員で撮ろうよ。ほら、記念写真しよう。ダメだ、気づいてくれない、俺のこと。ネッシー勝ったよ。宇宙人派の子と仲良くしてるね。ネッシー派の子もね。気づいてくれないんですけど、記念に写真撮りたいと思います。はい、チーズ。OK です。寂しいけど、ネッシー勝ちました、やったー。